カバは、五乳ー,ーテ帝もクカバカカバ属に分類される、グーテ帝類。サハラ砂漠以南のアフリカ大陸アルジェリア、エジプト、エリトリア、モーリタニア、リベリアでは絶滅。直線上に並んでいる目、鼻孔、外耳を水中から出して、周囲の様子を伺う、大きく開いた顎と歯体長3.5から4メートル。体重は、オス平均1500キログラム。 メス平均1 3 0 0ラム。非常に大型のオスだと2 0 0 0ラムを超えることもある。陸上動物としてはゾウ、サインに次ぐ3番目の重さとされる。分厚い脂肪と神秘、上皮で覆われるが、表皮は非常に薄い。このため、毛細管現象により水分は外側へ放出してしまう。皮膚は乾燥すると裂けてしまい。 水分消失量は5平方センチメートルあたり10分で12ミリグラムともされこれは人間の約3から5倍の水分消失量にあたる。頭部は大型。顔の側面に鼻、目、耳体が一直線に並んで位置する。これにより水中から周囲の様子を伺いながら呼吸することができる。鼻孔は内側の筋肉が発達して自由に開閉することができ。 水中での浸水を防ぐことができる。下顎の剣士は5 0トルに達することもあり、化学2本の重量はオス2 1ラムメス1 1ラムに達することもある。闘争時にはこの剣士が強力な武器となる。第3.4子の間が膜でつながり水かき状になる。皮膚表面を保護する、皮脂腺、体温調節のための感染を持たないが、 血の汗などと呼ばれるピンク色の粘液を分泌する線がある。この粘液はアルカリ性で乾燥すると皮膚表面を保護し赤い色素により紫外線が通過しにくくなる。主成分も分離されておりヒポスドール酸、ノルヒポスドール酸と命名されている。この粘液に細菌の増殖を防ぐ働きもあり、傷を負って泥中に入っても可能するのを防ぐことができる。 2000年代における生息域かつての生息域カバの親子水より比重が大きいため、推定を歩くことができる10から20頭のメスと、幼獣からなる群れを形成して生活するが、寒気には100から150頭の群れを形成することも、ある。オスは単独で生活するか、有意のオスは群れの周囲に縄張りを形成する。口を大きく開ける、糞をまき散らす、講師で蹴り上げる。 花から水を出す、うなり声を上げるなどして威嚇し縄張りを主張するが、オス同士で剣士で噛みつくなど、激しく争うこともあり、命を落とすこともある。縄張りは、頭や体を低くする服従姿勢を取れば、他のオスも侵入することはできるが、他のオスが縄張り内で交尾することは許容しない。8年以上同じ縄張りを防衛することもあり、このうちの1頭が12年縄張りを防衛した例も、 ある。昼間は水中で生活し、夜間は陸上に上がり採食を行う。陸上での行動範囲は水場から 3km だが、水場と採食場の途中に泥浴びを行える場所があれば、さらに拡大し、水場から最大で 10km 離れた場所で採食を行うこともある。比重が水より、わずかに大きく、体が水に沈むため水底を歩くことができ。 また呼吸の際に肺を大きく膨らませることで浮かぶこともできる。水中では泳がずに格子を後方へ伸ばし前足だけで皆そこを移動する。素早く水中を移動するときは格子を用いることもある。潜水時間は1分で最長で5分。陸上では時速4 0トル以上で走る能力を持つが持久力に乏しく長距離走は苦手。食性は 植物食で、草本、根、木の葉などを食べる。一晩のうち4から6時間ほどをかけて、30から4 0ラムの食物を食べる。体重と食事量の比率は、他の植物食の動物よりも低い。飼育下では、体重4トンのゾウ類は1日あたり、約2 0 0ラムの食物を食べるが、体重2トンの本種は、約5 0ラムの食物を食べるとされる。 これは昼間に温度変化の少ない水中でほとんど動かずにエネルギー消費を抑えているためと考えられている。発情期間は2から3日。飼育下では交尾時間は12から17分の例がある。妊娠期間は210から240日。主に水中で1回に1頭の幼獣を産む。オスは生後5歳、メスは生後4歳程度で生成熟する。 平均寿命は約30年。繁殖力が高い反面、同じ一族の子孫による近親交配も多い。1864年に村上秀俊によって編纂された仏話辞典、仏語名誉ではヒッポポタマの訳語を川バとしている。1872年の石橋聖方分け改正造法英語戦ではヒッポポタマスの訳語を川場とした上で読みを。 カバとしている。古くはヒポポタマスが海の馬と訳されることもあったようで、日本でも1862年の英館、時点1872年の英和時点1862年の英漢時点などではヒポポタマスの訳号を海馬としている。ウガンダのエドワード湖、ジョージ湖では個体密度が高く、 採食活動により湖岩の森林が消失し土壌が侵食された。そのため、アフリカ大陸では初めて野生動物の人為的管理計画として1962から1966年に生態的調査を行いつつ間引きが実施された。これにより、沿岸の植生が回復し、他の動物の生息数も増加したが、間引きが停止すると状況は戻ってしまった。 ウガンダのクーデターによりこの試みは棚上げとなり、密輸が横行するようになったが、本種の生態的知見は、こうした計画による調査から得られたものも多い。農地開発や湿地開発による生息地の破壊や水資源の競合、食用や木場用の乱獲などにより、1990年代から2000年代にかけて生息数は減少した。2017年の時点では、 日後は生息数は安定していると考えられている。アフリカ東部や南部では地域によっては生息数が激減したものの、未だ生息数は多いと考えられている。一方で2003年に、今後民主共和国では8年間で生息数が約95%激減したという報告もある。密漁、密輸されることもあり、特に正常が不安な地域では横行することもある。 1989から1990年には1万5 0 0 0ラム、1991から1992年には2万7 0 0 0ラムの牙が密輸されたと推定されている。1995年にワシントン条約付属書通に掲載されている。日本では2021年の時点でカバカ単位で特定動物に指定され、2019年6月には、 海岸目的での飼育が禁止された。アフリカでは野生動物からの攻撃による人間の死者数はカバによるものが最も多いと言われている。これは川辺のカバの縄張りに誤って侵入したことが原因とされる。アフリカでは1年あたり約2900人がカバに襲われて死亡している。かつて移動動物園をしたカバヤ食品のデカは石川動物園で飼育された。 東山動物園のカバの番、十吉と福子は、19頭の子を設け最多産記録である。技術の向上から、1997年に、大阪市天王寺動物園では日本で初めて、ガラス越しに水中を歩くカバを観察できるカバ車を製作した。この展示スタイルは、富士サファリパークの、ワンダー・オブ・ピッポなども追随している。また、神戸市立王子動物園は、 スロープの傾斜を緩くしたバリアフリーを配慮したカバ車を2003年に作っている。俗名ヒポポタマスはカバを意味するヒポポタマスをそのまま用いたもので、ダイプリニウス、博物史等にも言及のある古い言葉である。さらに遡ればパイパイパイタウアルファミューであり、当時はナイルガー下流でも見られたカバに対してギリシア人が命名したものであった。なお、オランダ語では ナイルパードという、日本語のカバは近代になって、これを直接訳したか、もしくはドイツ語でカバを意味するフラスプフォードを訳したもの。ありがとうございます。